あっぱれ。いやでもいるかもね。あーどうもケンドコバシです。なんやねんそれ。皆さんどうぞ自己紹介を。TM レボリューション西川貴則です。サルクアンシエル哲也です。 AKB48 高橋みなみです。料理研究家の森崎由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この短いストロークなのにお前何枚肉を口に運んだ。1枚ですよ。1枚食べてるやないか。食べてる。もうさ、いや今日はだからあれですよ、森崎さんに聞く牛丼を全て解き明かす特集でしょ今日は。そんな特集だったんですか今日。聞いてないよ。聞いてないから。先週も言うてへんがな、そんなこと。何買ってるよお前は。毎度毎度牛丼やカレーを頼んで番組の中で食べるの。なぜ玉ねぎを食べるの。おい言われちゃう。怒られてる間に、怒られてる、ま、合間合間で牛丼をちょっとずつ食べるな。表情だけすごい反省してる。おい生姜食べた。もうええわ。もうなんなん今日忙しかったんか。え今日忙しかったんか。いや空いてたんですよ今日は。珍しく空いてるじゃん。食べてきてくださいよ。そうそうなんで、いつもねこれいつも結構このごちゃ混ぜのね前、うん、なんか詰まってたりしてて。そうやな。今日だけねもう本当に3時ぐらいから。あら空いてたんです今まで。結構早めやね。はい、食べれるの。疲れてたんですね俺。爆睡しちゃいました。家で5時、あ、じゃあ6時や、8時から。8時からいろいろ用事済ましてね、うん。3時ぐらいに終わって用事済まして、うんうん、あ、昼飯食って用事済まして、うん、ゲームやってて。うん、ゲーム挟みましたね。だいぶ疲れてるぞ今日っていう。あ、もう。今日がピークやってんなと思って、はあ、あ、これもラジオに向けて寝なあかんわ、思って。ああ、仮眠取ろう。ちょっと仮眠取ろう、思って。うん。それこそ俺8時から9時まで仮眠取ろうとしたんですよ。うん。うん、8時から9時35分まで仮眠取って思って。危ない危ない、ギリギリじゃないですか。この俺の責任感すごない。目覚ましかけてないのに起きたで、俺。なんでドヤなんですか、それ。ドヤやない。かけて寝ろや、じゃあもうまずは。ドヤやない。でも総監督これどうも、俺8時35分に自力で起きたの。まあまあそれはいいけど、普通このパターンで言うたら11時ぐらいまで寝てしまうよ人。そうですね、人は確かに。しかも疲れて寝てしまった寝方、これ起きれる。まあまあそうね。でもゲーム挟んでるじゃないですか。そうや、ゲームの間に寝とったらよかったやんか。そうですよ。じゃあ今日夜なんかメンテナンスなんですよ。またしてたお前ね。何だ火曜日多いのメンテナンス。そうなんですよ。だからもうこれ変えてくれや、曜日。変えてくれや、曜日。こっちの。水曜が水曜から別の曜日に変えてくれって話。はい。この番組を。そうです。お前の、その、ドラクエのメンテナンスのために。そうです、そうです。ていうか、なんであれいつも水曜日やねん、ベティ。いつもできないんですよ。ベティ喋んの、ベティ喋んの、喋った。今、ベティ喋んの。なんで不具合出んのが月曜の夜ぐらいやねん。なんだよな。もう、まあ、まあ、とりあえず、だから、まあ、とはいえ、番組は来てくれたんで、まあ、よかったですけど、うん、そうですね。とはいえですよ。かつての西川さんみたいに来ないなんてことないんですから、俺は。いや、そういうことだよ。それは、うん、言うたれ。え、何ですか？火曜日は、前は火曜日やってん。はい。前は、収録が、火曜日やったの。うん。それは、俺が自分の説明してるときに牛丼を今目いっぱい頬張ってる。思いましたね今ね。一角なくなってるもんな。はい、確かに私は牛丼頬張りました。おいな、はい、ただこれは別に日本国憲法内で定められてる。おいいよ。そう、あの時は火曜日がほら堂本の収録がいつもあってそれかぶってたから、でどうしてもね行けないことがまあまああったんですよっていう話だったんですけど、いやでも今日は一日言っちゃう。最近ほら東京都内も一時よりちょっと落ち着いたけど暑さがねやばかったよね。確かに先週とか雨が突然本当スコールみたいに降って止んでみたいな。結構なんかもう日本の東南アジア化が何何どうした？約束を守ろうと思って。何約束って？お前と約束なんかしてへんぞ。違う！なんか作ってこいって言うから、ポテトサラダ作ってきました。ちょっと、西川くんのそのクーラーボックスから出てくるっていうのは、一緒の、一緒の家から、一緒の家から出てきたってことかな。私はそう思っちゃう。お前なんか一緒に住んでるんか。ここにあって、
いや、こんな夏場に、炎天下の日に、これ、剥き出しで、これも、これ手ぶらで、これでやで。手ぶらってこっちの手ぶら。違う違う違う。もう持たれへんがな。持たれへんがな。で、これ剥き出しできてるから、危ない。これを我々に食わそうとしてるやったら、俺、こんな、なんか、フランしたもの食べたくないと思って、うん、まあ、ここに入れただけで。で、まあ、これ入れたんですよ。牛丼の。ちょっと待って、そんな約束した覚えがない。いやいや、作ってこいって。まあ、森崎さんもほら、ちょこちょこお菓子作ってきてくれるから。はい。で、それで。台湾のお菓子とかね。そう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 。うん、その流れで。それで、まあ、お前、何も作ってけんやないか、みたいな話になったやん。ほら。で、まあ、それをずーっと気にしとったみたいなのよ。はい。この人的に。へぇー。そうですよ。だから、はい。食べてください。ちょっと俺ポテサラ、ちょっと俺ポテサラ嫌いやねん。そうめっちゃ好きやねん。俺めちゃくちゃ好きやねん。お皿なんかもらおうさ。くにさらちゃんとかがきっと持ってきてくれるよ。俺でもポテサラ食べるやつ。ポテトサラダ。ねえ、ポテトサラダ。サラダ。これポテトサラダ。ポテトサラダ食べてください、じゃあ。はい。ソース欲しいわ。ソースかけるんすか？ソースかけるんすか？かけるポテトサラダ。森崎先生ともあろうものが。ポテトサラダに。森崎先生ともあろうものがポテサラにウスターソースかけた時の化学反応知らない。知らない。なんか、とんかつにちょっと添えてて、あ、かかったみたいな感じで。違う、違う。ちゃんと、ポテサラに向けてウスターソースをかけるんですよ。俺はてっきり、食撃の相馬の決勝戦のメニューそれや思ってた。いや、もうな。絶対ないわ。それで絶対勝つ。それで絶対勝つ思ってたの。嘘やん。美味しいよ、ほんまに。その、ポテトサラダとウスターソース、ほんまな。ね、あれはうまい。なんか、サラダが急にね、おかずに変わるんですよ。この瞬間から。ありがとうございます。あ、怖い。どうぞ。ごめんなさい。ごめんなさい。変な味だった。すいません。ありがとうございます。俺は腐ってでも食うよ。はい。いや、別に普通のポテサラです。あ、怖い。いやでも、私はここに、さっきも西川さんに言ったんですよね。印鑑をしに来たんですよね。約束を守ったってことをしたかったんです、私は。ウスターソースないの？肝心のその約束がちょっと。なんで忘れるんですか？いただきましょうか。いただきます。いただきます。いただきます。はい。じゃあ、いただきまーす。うん。おいしい。うん。普通にですか？普通に？うん。懐かしい味する。普通にですか？まあ。普通に？おいしい。うん。ほんまに。ほんまに。美味しい、美味しいよ。母ちゃんの。母ちゃんなんて母ちゃん系のやつ。母ちゃん。ポテサラはそれが一番ええねん、母ちゃん系の。うん。いいやん、でもなんか、時間帯的に、なんか重くなりすぎずに。ただ、先生、改善するべき点はありますか？教えてください、先生。先生。そうですね。え、でもほんと美味しいよ。チーズ入れたな、お前。チーズ入れたな、お前。ああ、そう！へぇー。すげえ。うん。え、なんかパンに挟んでサンドイッチにした。ああ、なるほど、なるほど。はあ、怖い。でも、塩分とかも決まってて美味しい。ね。大丈夫ですか？ただ先生、なんか改善すべきところありますかね？いや、全然ナイスもパーフェクトだと思う。え？うん。美味しい、ほんと。なんで穴を探そうとするんですか、そうやって。それはなんかあかんわ、それ。なんで？パーフェクト。それで伸びひんと。そう。ああ、甘いから。先生、本当にあの、優しさに見せた突き放しですよ。そうそうそう。こうし、もうちょっとこうしたら、みたいなはね。うん。ああ、チーズか。いや、でもチーズ入れてるとことか、ね、そうだね。オリジナリティがあっていい。うん。なんかちょっとほら、色味的にさ、赤で、人参とか。あ、そう思ったんです。なんか入れた方がいいかなって思ったんですよ。いいかなと思ったりしますけど。美味しい。美味しい。ミッションクリア。おいよ。よかった。ね、ほんまに。うん。セーフ。ああ、よかった。ああ、よかった。高橋さん、ずっとこれ、昨日から気にされてましたもんね。昨日から昨日から。作ってる時も一緒やった。違います。昨日普通にバージョンやった。やっぱり、そういうことやったんや。あの、仕事が一緒だって。現場が一緒だっただけです。もうなんか、もうそうなると、昨日で、現場で、この後すごい痩せてて、うん、どんどんそのなんか、このまあ、ライブが続いたりとか、また、ドームがあったりとか。わかんねえ、そんな痩せたら。うん。
うん、なんですかね。で、俺がだからたまたま撮った写真を普通にだから、まあ、SNS とか上げて、で、それがなんか。たまたま写真なんか撮ります？いや、でも毎回撮るのよ。毎回。その、なんか、こう、番組の収録始まりますよ、の時に。っていうので上げたら、それが、すごいその、まあ、同じ AKB の同じグループで、横山由依ちゃんって、子が拾ってくれて。由依さんね。そうそうそう。うん、で、回して、どんどん小さくなってるみたいな、そこで盛り上がった話が、ニュースに取り上げられまして、でね、高橋みな激痩せみたいな、LINE ニュース秘宝みたいになってますよね。悲しい情報になってますね、うん、そんなことないですよ、食べてるんですけどね、全然痩せてる。女の子が痩せるなんて100があって一理なしやで。本当ですか。うん、その前に順調にその牛丼が減ってるけど、めっちゃ食べる、半分ないわ。100があって一理なしやで。いやでも、この年代で痩せていくなんて。うん、でも本当に、少なから、今までな、いろいろこう、まああったけど、そこの部分に関しては、剣道小林に、俺も、まあ、賛同するところあるよね。そうですよ。若い時はほんまふっくりしとく。ふっくりしとかなあかんねん。ふっくり。じゃあこの時間に私も牛丼食えってことですか。ああ、全然食った方がいい。嘘ー、本当ですか。自分を傷つけてまで手本見してんのに。まだ分からん。手本食え。え、嘘言うつもり。まだ分からんか。けんちん汁飲んでます。ああ傷つけ、うん、音立てへんようにけんちん汁飲みやがって、ね、うん、食べなさい、もっと。でも実際そうやな。すいません、本当に。と思うよ、本当に。寝る直前にマヨネーズ飲めえもん。それやばいですよ。でもそういう意味でも森崎さんってすっごいやらしい体型したはるよ。どうね、やらしい。体型？いや体型。じゃあ体型、ね、ベストな、うん、ベストな体型。やらしい。体型って聞こえて。体型もした。寝る前にマヨネーズ体に塗りたくてる。じゃあね、飲むんじゃない。どういう体型や。もちろん、そう、もちろん体型もしてはりそうやけど、体型としてすっごいやらしい。うん、悩ましい。そうなん、やらしい。女っぽい。ただ森崎さん、マヨネーズかけるの結構危ないですから、やめておき。どういうこと？危ないですか？僕、罰ゲームでね、お尻にマヨネーズ詰め込まれるってやられた。やばい、入れたんや。はい。どうなったの？なんかね、成分的に多分その粘膜破壊して、僕22歳ぐらいの時にケツ壊れたことあるんですよ。ただれたんですか？ただれたんですね。ケツが壊れる。なかなかないですよ、22歳でケツ壊れる人。ない。気つけてくださいよ。はい。あれは口から取るもの、ケツから取るものでございません。お前変なもん、お前変なもんケツ入れたりとかしてるやないか。結果だからケツ鍛えなあかんなって思ったんですよ。そういう意味違うわ。まあまあとりあえずね、そんな感じの剣道小林、とりあえず牛丼がとりあえず減らさないと話してくれないので、じゃあ続きますか。一応体に気使ってゆっくり食おうかなと思って。何やんねん、とっとと食えや。もうほら、はい、お願いします。生放送でお送りしているあっぱれやってます。水曜日では今こそ食えよ。選手へのメッセージをお待ちしています。そしてあっぱれディーズのコーナーへのメールも募集します。皆さんの周りで起こったこれはあっぱれだというエピソードを書いて送ってください。さらにハッピーバースデーのコーナーへのメールも募集します。今日放送当日に誕生日を迎えたリスナーの皆さんの友人知人や家族へのバースデーメッセージを送ってください。宛先は 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日まで。メールはやるすいアットマーク MBS1179.com。 たくさんのお便りお待ちしています。はい、ということでちゃん今こそ食えや、別に。しゃべらんで、どこで。人がね、けんちん汁で思い出浸ってる時にギャーギャー言うなよ。何の思い出や。はい、じゃあここで一曲です。8月6日リリース、ティーブルブレーションで、突き破れる。お便りやってまーす。はい、このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーでございます。それではまず一つ目のお便りお願いします。はい、引きまーす。よいしょ。お、監督が、うん、はーい、うん、よいしょ。愛知県にお住まいのラジオネームちーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。水曜レギュラーの皆さん、こんばんは。こんばんは。私はメールや電話が苦手です、うん、というかめんどくさいです、うん、LINE、うん、なので LINE という機能ができてからかなり困っています、うん、既読にして返さないのも気が引けるし、かといって読まずにスルーしてるとグループでの会話の場合気づいたら何十件と溜まっていてうんざりします、うん、皆さんは LINE はやられますか？またどんなグループを組まれていますか？今日は LINE で話してください。はいはい、LINE、うん、
ちょっと僕は全くやってないので。あ、そう。意外。ちょっと一回牛丼に集中させて。いやいや、会話入ってきてくださいよ。お願いしますよ。離脱の仕方。いや、ほんまにやってないね、俺。じゃあ、狂気にやりましょうよ、LINE。いや、俺は、本当に人との連絡しながら、それこそ電話と、もうドコモの普通のメールだけ。うん、はい、電話番号でやるやつみたいなやつ？あ、S、ショート。うん、ショートメールで。それもやります。あ、ほんと。はい。だそれで、届く人にはもうアドレスも聞くことないし。ああ、そうね。電話番号だけあれば。なるほど。なんでやらないんですか？え？めんどくさいから？やり方がまずわからないし。ゲームそんなにやってんのに。うん。すぐ上手になりそうですよ。まあ、ゲームと、LINE って関係ある、関係あるんですか？ある。だって LINE の中にもね、ゲーム。いっぱいありますよね、ゲーム。別に関係、戦士のスキル使えるの？戦士のスキル全く使えない。戦士のスキル。カブト割り使えます？いや、何ですかそれ。女のカブト割り。だからちょっとね、まず考え方で、ゲーム、いわゆるゲームっていうのは、うん、こうゲームが好きな人のゲームは、やっぱハードがプレイステーションとか、まあ任天堂にしろ、うん、そういうこうまあコンシューマー用のゲーム機のやつ、うん、で、やっぱね。ゲーム好きの人からすると、うん、携帯でやるゲームはアプリなんですよ。だからゲームじゃないの。ないんや。なるほど。よくだから、こう、そういう、こう、ゲームが好きなオタクの方面の人とかが、うん、よくこう、普通に会話とかしてて、なんか、普通の人と会話が合わない会話の一つとして、うん、ゲームとかやるって聞いて、あ、結構やってるよみたいな話になって、あ、どんなのやってんの、うん、パズドラとか、それアプリじゃねえかって心でみんな思ってる。そうなんや。そう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 。そうなんですよ。間違いない。全然分かってなかった。どっかで来てる。そうなんですよ。まあでもそういうね、そうそう。まあ、そうか、でも、俺逆に、やっぱ、LINE ができちゃったおかげで、メールほとんど使わなくなりましたよね。うん、ですよね。メールの機能。みんなにね、みんなってわけじゃないけど、LINE、うん、やりましょうよ、LINE やろうよ、とは言われます。こんなに普及するなんて思いませんでしたもんね。ただやっぱり僕は、ソーシャルネットワークシステムを、うん、やらないんですよ。いわゆる。まあ、ツイッターとか、フェイスブックとか、はい、ミクシーとか。やっぱりどこで機械が反乱を起こすかわからへんでしょ。うん、まあ、そうね。うん。反乱ですか。そう。手塚治虫さんがね、一番恐れてた未来。機械の反乱。機械の反乱、うん、万が一それがあった時のための人類の安全装置として俺が置かれてると思って。一人ですか？たった一人で俺も機械の弱点見つけてるから。そうだやな。機械が反乱起こした時は俺が中央のセントラル行って塩水ぶっかけるから。塩水に勝てる機械はないって言ってた。どうにかなるんすか？どうにかなる。多分モスクワの地下とかにあるやろ。モスクワの地下に行って俺が塩水ぶっかけてくるから。安心してくれ。安心してくれ。うん。いや、まあ、でも、そうね。なんか、そのね、既読。このルール外した方がいいですよね。これ既読は、ね、いやでもどうなんだろう、ね、だって返事を返さない、この間の良さってあるじゃないですか。自分もちょっと冷静になって、一回ちょっと冷静になろうって。相手も。その間、一晩。次の日の朝、昨日いろいろ考えたけど、こういうのでどうですかみたいな命令でそれがあるじゃないですか。で、既読で、なんで返事返ってこないのって怒られたらもう、喧嘩になってしまうよ、それ。まあまあ、確かね、うん。女の子しかも気にしますからね。そう、女の子気にするやろ。既読の、文字が出た瞬間に、あ、読んだ、うん、まだ返してこない、なんか変なこと送ったっけ、うん、ってなりますよね、女子は。そうそう。こっちを済ましてからこっちの話した方がスムーズっていう時に、こっちだけこう、済ましてるのがまた女の子からしたら腹立つやんか。そんな気になるんだよ。女の子はそうですよ。我々ね、別にそんな気にしてないですけどね。男だとやっぱ違うんですか？別に既読になっても。僕は全然気にしないし、うん、返事も遅いし自分も、うん、もう全然気にしないですけどね。でもなんか言われたりしません？なんか既読スルーしたみたいな。 あれでしょ、うんうん、昔からでもそれ言うのさ、女の子が多いよね。女の子同士のグループでメールの返信が遅いとか、それがだから LINE になっても同じように、
既読してんのに返してこねえ、おせえみたいなんで。だから学生ってそれで結構問題になってますね。そうね、これでなんか、それこそ、いじめられてね、そうそうそう、勝手に退会させられたりとかして。もうやだわ、もうつまらんね、もうそういうの。まあでもなんだっけ、一時ほら、そう、こうどっかにこう行かれてましたけども、その堀江さんってほら、よくまあ島田で、はい、まあ、通称堀江門って言われて、はい、堀江さんが一番やっぱりこう出てきてびっくりしたのは、本当に LINE が普及しててびっくりしたって。へー、うん、でも LINE の良さもありますよね。会話ばりに早いじゃないですか、ポン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 。そう、チャットみたいなね、うん、海外からの電話がタダで、なんか普通の電話よりすごい、うん、なんていうの、声が通るというか、うん、あれはびっくりした、うん、まあ、Wi-Fi 機能がね、うん、LINE とは電話、電話もできるんですよ。なんすかそれは。もともと要はチャットみたいなシステムにはそんなにお金がかかんないんですよ。要は通話するシステムを構築するのと維持するのに実はお金がたくさんかかってて。あんた誰ですか？NTT の人？違う、NTT は敵やんか。だからどっちかって言ったら電話会社に使ってほしいんだけど、Wi-Fi とかみんな使うようになって、どんどんやっぱりね。NTT の敵なんすか？NTT が通信会社、要は携帯の通信会社からすると、うん、通信の、だから本当は通信の、ほら、もう、要は、ハード自体はよくタダでさ、配ってよ、昔とかの携帯機は、うんうんうん。だからもう、要はもうほぼタダ同然で巻いて、うん、あとはそれを通信費の方で、要は回収していく、うん、わけやから、本当はどんどんそういうの使ってほしいのに、うん、ああいうのが普及すると、もう無料で Wi-Fi の回線使って電話料とかもさ、どんどん抑えられちゃうし、うん、みたいなのはあるけどね。ちょっと最初の方からよく分かってないです。もうええよ。牛丼食べてたもんな、お前。むしゃ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 。いや、分からんから食べてみたんすよ。集中しろ、じゃあ。じゃあ集中しろ、俺の話。まあでも、ね。皆さんやってるんですか、全員 LINE。やってますね。やってますね。まさにあっぱれやってます。わかるわ。なんかでも、ほら、すぐさ、オフィシャルの、なんか、こう、オフィシャルの LINE の、みたいなね。アカウントみたいなの作ったりとかされたりします、うん、企業とかね、いろんなところがね、作られたりとかしてますけど、ああいうのね、どうなんやろね、なんかその宣伝効果みたいなあるんですかね。ああでも僕ちなみにでも AKB の LINE、まあのあれですよ、オフィシャルのアカウントのやつ拾ってると、ちゃんとだからこう、この間も選挙とかもすごかった、ね、そう、選挙もそうだったし、ミュージアムとかあったじゃん、はい、あの時にユナイトが覗きに来ると、今日はゲストのサプライズで誰だ誰だ誰が来ましたみたいな情報とか上がったりとかするんですよね、やっぱり。ねえ、とかしっかりされてる、うん、ちょっとよく分かってないですけど、うん、どういうことですか。もういいよ、もういいよ。まあでも、要はその個人個人でやってるアカウント持ってやってる、うんうん、個人個人がやってるやつと、うん、要は例えば、まあ、このあっぱれっていう番組がそういうの持ったら、あっぱれっていうのが一個オフィシャルでアカウントみたいなの持つわけよ。持ちますか。え？なんでやな、急に。え？そういう感じの流れじゃなかったんですか今。いいけど、いや、うん、でも誰がなフォローしてくれるかって話やしな。いやそれはフォローしてくれる人はいろいろおるんじゃないですか。それこそ野生爆弾とか。あいつら番組クビになってるやつら絶対鬼一でもせえへんわ、あいつら。そうすか。まあでもね、そういうのあったりとかすると、要はそこで、要は今日これから何時から放送スタートです、聞いてくださいねみたいなやつとかさ、これ番組でこんなことありましたよみたいな情報が、まあダイレクトにこうそっちでやり取りができたりする。まあでもあんまり知らさん方がいいかな、そういうのは。番組これ電波飛んでるよな。飛んでますね。なんかあんまりなんか知らせすぎるのもねって僕は思うんです。あ、でもそれはたどり着いてきてくれた方がかぶりついて聞いてくれるじゃないですか。まあ、あとラジオやから探してきてくれた方が、あとラジオってほらやっぱさ、なんていうの、想像力がね、うーん、楽しいやんか、想像すんのはさ、うん、あんな風かなとかこんな風かなって、うん、テレビと違って、うん、まあね、うん、僕ライブ自体もあんまり告知したくないんですよ。そうなんですか。なんかやっぱりどっかで噛んでくるみたいな、そうキャッチしてくれて、うーん、探してきてくれた人の方がちゃんと見る気がする。うーん、まあでも、うん、だから少なく若手なんかね、もう飯食ってる時もそのツイッターやってるんですよ、もう何してんのよ、ちょっとライブの告知をみたいなので、
だからその時に俺がもうなんかなんで俺が飯の感想を聞く前にこいつらのツイッター待たなあかんねんっていうのもあるんで、あ、それは嫌やな、禁止にしません？ツイッター。いやでも、なんていうの、とはいえこっちにさ、対して、なんていうかな、ちょっぴり興味がある人とかは、に対しては、まあ少なからずお知らせがある分には、なんかこうきっかけになってくれたりとかすることはあるから、いいと思うこともあるよ。ただやっぱり、なんていうかな、でもよくキングコングの西野がすげえ騒がれたりするじゃないですか、そういうので。ああいう子はやめた方がいいと思うよやってるのに、うん、ああいう子はやめた方がいいと思うだからもう基本、そういうだから要は多分我々も多分いろんなことをさ、多分いろんなとこで言われてるわけやんか、テレビ見ながらとか、なんか、多分全然誰もその本人とか当然面識もないわけだから、好きなこと言うやん、なんかこんな髪型やったっけとかさ、ちょっとこうした方がええんちゃうとかさ、そうそう、飯食ってる時にそれこそ芸人で、今日仙台行ってましたって言われて、いや俺ずっと東京やけど、こう見てくださいみたいなんで、そういうあれツイッターなのかな、違うのかなんかで、はい、そうやって、そういわゆるネット情報みたいなやつ、はい、夕方に仙台にケンコバ現るみたいな、俺の後ろ姿みたいな、全然他人ですよ、写真載ってて、オーラゼロっていう、そりゃそうやろ、俺ちゃうねんから、でもそういうの書かれた人かわいそうじゃないですか、オーラ走って歩いてるの普通の人が背中取られてそういうのからさ、本当にその普通にこう日常的にさ、いろんな話してあるやんか、それがじゃあその感覚で飛んでくるわけやから、そんなにいちいちこう気にしてたらもうその追っつかへんわけや、だからそういうふうに多少なりともそういうのがちょっと気になったりする、100あって1とか2のそういうこうなんかそんなの良くないと思いますみたいなマイナスのイメージのものに引っ張られすぎるんであればもうやらん方がええと思うなって、だから1回の高見菜も相談されたことあって、ツイッターとかどうですかって他のメンバーもやってるし、と思うんですけど、いやもうお前やめた方がええで、いや別にやらんで済めってやらんでええと思うよって言って。だから Google ほら、他でやってるのもあるから。そうなんですよね。Google タスあるからな。Google タス。Google タス。あるから、別にいいよって言って。何でもやらなかわけちゃうもんって思って。難しい。その教えを聞いて俺もやってない。あれ、そうなんですか、その教えを聞いて西川さんに言われてだから LINE もやらない、 LINE を始めてほしいですよね、 LINE した、で、LINE して、 LINE はいいや、個人やねん、 LINE してええこと教えてください、セックスできます誰かといやいやいや、俺ツイッターでもそれ聞いたら、いやーって言われて、あ、ほんなんやらんって言ったんです。いやでもなんか昔の知り合いとかはね、引っかかって出てくる、確かに、中学の同級生とかですか、あ、そう、それとか友達かもみたいな。哲也さん中学の時の記憶ないんですよね。これはまずい。どういうことですか、中学の同級生。さすがに中学の友達は出てけへんけど、はい、高校ぐらいの。はいはいはい。高校ぐらいから記憶が出てました。昔のもう全然連絡取ってないような。なんで出てくるんですか、友達とか。なんで出てきたの、あれなんでなん、俺もあれ、あれやねん、電話番号が入ってたら自動的に入ってなくても出ますよね、知り合いかもに、そう、なんなんですかね、どっちもとお互い知らないのに、めちゃくちゃ怖いやん、それ誰かに監視されてるやん、監視されてる、それとか、いや誰かに監視されてる証拠やんか、それこいつこういうやつでこういうやつでって誰かがこう弾き出してるやん、でもバレバレやで、もううんこの時間とかもバレてるぞ誰にうんこの時間言うんですか、うんこの尺、ちょっと尺、うんこの尺、こいつはいつも朝8時15分からしよるとかバレてるぞそんな決まった定時にやってないですよ、でもなんか LINE の機能ですごいなと思うのがフルフルってあるじゃないですか、で例えばカウンターとかでご飯食べててフルフルやろうって言って2人でやったら全然知らん人のやつが入ってたりする、で、ここら辺の全然知らん人のやつが、あれ危ないよ、あれ危ないですよね、あれすごい、だから要は GPS で大体のあたりのエリアで飛ばしてきてるから、あれ他の人のところにも行くから、あれやめた方がいい、あれ怖いですよね、俺でも成功したことないけどフルフル、マジで、フルフルいつも失敗、なんでなんで、怖い
成功したこと一回もない。失敗。ほぼ失敗。なんで？成功するとそういうことになるの？うん。その近くにいる関係ない人が入ってくるの？私言ってたらケンコバさんのが飛ばされてきたりする。あ、俺のもうフルフルが。うん、全然知らんかった。かなり興奮したでしょこれ。はい。ね？はい。フルフルで。おちんちん振ってもらって。入ってくる。フルで入ってくるわけですか。何言ってんの。ちょっと本当申し訳ない。ちょっとだけいいですか。フルフルってなんですか。目はこうだからあの電話のほらだから電話番号とか連絡先を交換する方法。こうそうなんか昔ほら赤外線赤外線変わるなんか。携帯こう振る携帯振ったら、うん、でもそれ股間の前で振るとすごいいかがわしいあれだと要はその隣でさもこっちに情報を渡してるみたいに見えんねんけど、やってることは一回あの上げて上に電波通じて上げて GPS で場所取って戻してきてるから、そっかそのだってこっちからこっちに行くわけないもん。一回こっちをだから上に上げて。GPS に常駐してるおじさんにバレてませんかそんな。なんで常駐してんの。知らんやろ俺。駐車場のおさみたらおるでしょ。おるかいな。それサンダーバードの世界でそれ。あれはおるけどちゃい俺ええんがな。なんでそんな。おっさんをロケットで飛ばすねん。おっさん大変やないですか。管理人、管理人。超大変。おっさんに負担かけすぎやないか。それ昔あった携帯電話の話よ。留守番電話サービスやったよ。あ、はいはい。おばちゃんが田舎で、はい、みんなで、留守番電話サービス。違うわそういう妄想と一緒何の話なんだこれ。はい、ということで、このコーナー僕たちにおしゃべりしてほしいお便り募集してます。あっさき森崎さんお願いします。はい、530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日までメールはやるすいアットマーク MBS1179.com お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしております。はい、以上お便りやってますでした。じゃあここで一曲てっちゃんから。はい、ラルクアンシエルでエバーラスティング。あっぱれ定時のコーナー。あっぱれパレー日本一。さあこのコーナー、皆さんの周りで起こったこれあっぱれだというエピソードをメールで送ってもらうコーナーです。うん、紹介したメールのあっぱれ度合いでポイントを差し上げます。その獲得ポイントに応じて手作りグッズをプレゼント。手作りグッズ。なんか曖昧だったな。簡素な文章に変わりましたか。なんか曖昧だったな。なんか言ってませんでしたっけ、スタンプみたいな。ステッカーと、え、ああ物は変わってない。いや文章変わってるでしょ。手作りグッズ。手作りグッズ。手作りグッズ。なんなんそれ。貧弱な。貧弱やねもう。フェルトを貼り合わせて、中にあの牛乳瓶のビニール詰め込んで作ったぬいぐるみみたいなやつとか、そういうやつ。手作りグッズをプレゼントします。はい。それでは早速最初のメールを紹介しましょう。うん。愛知県にお住まいのブラックスワンさんからいただきました。あっぱれ水曜日の皆さんこんばんは。こんばんは。うちの夫の腹痛具合が半端ではありません。結婚する前のデートの時は10分も20分も平気でトイレの前で待たされました。今でも夫の腹痛は治らず、夫がトイレにこもっているため出かける時間が大幅に遅れたり、何度もトイレのあるコンビニやサービスエリアに立ち寄るので、うんうんうん、到着が遅れたりします。会社へは電車通勤していますが、毎日今日は危なかった、途中の丸々駅で降りたなど腹痛の話をしてきます。うんうん、そんな長尺な音にあっぱれポイントをくださいということです。これはね僕もまあ PP ですんで、いやでもちゃんとお医者行った方がいいです。心配ですよ。あのほらこれはね、あの何でしたっけ、潰瘍大腸炎でしたっけ、なんかあのそういう病気もあるんですよね。あのもうずっとその僕はでもあの病気克服しましたよ。お前のやつあれやろ、ただ普通に SM 上に変な棒入れられたから、うん、それで怪我したやつやろ。生放送やと貴様何言うんだ。ほんまのことじゃないか。違います。君はじゃあお腹が冷えるんですよ。君四つん這いになった状態でお尻に何か入れてもらおうとした。それであまりにもケツの締まりが良すぎてお前押されたじゃないか。何言うんだ貴様。意外にしろ。
それを通称ホワイトベース呼んでたんじゃないか。ホワイトベースって何？それでも軍人影じゃな。腹巻き巻いたらいいんですよ、寝るときに。はあ、はあ、あ、腹巻きね。寝るとき腹巻きだけで全て解決。結局これお腹出して寝ててんやっちのよくわかりました。へえ、でも最近女性でもあの腹巻きすごい普及したりとかしてるんですよ。昨日売ってましたよ、うん、ロケで行ったら、うんうん、切り売りしてるとこありましたよ。切り売りですか？そう。どういうこと？切り売りしてるんですよ。え？だから布の筒が売ってるんですよ。でこれ何センチ切りますみたいな。これやったらもう溝内からお尻まで覆えますよみたいな、ロングでいくとみたいな。めっちゃ下ほつれるじゃないですか。でもそこで切ってもらったら、いや、そのほつれへん生地にしてんですよ。ほんまシャッって切るだけ。なんか人気のとこらしいよ。あ、そうなんですね、うん、すごい。なんかまあ確かにね、ほら背の高い人とさ、うん、ちっちゃい人とね、うん、当然幅もさ、うん、あるから既製品ので、うん、いやもう少し深くフォローしてほしいなみたいな人もいるやろ、うん、はいはいはい。腹巻きの測り売り、なかなか、いや、これ結構売れてるって言いましたよ。下着屋さん。下着専門店、女性の。でも男のも売ってて。俺、ロケで行ってんけど。今人気のって言ってたよ。いいの。うん。いや、でも腹巻き確かにね、ちっちゃい頃はね、冬場用腹巻きさせられて寝たりとかしてたけど。旦那さんだからもう、腹巻きで解決ですよ、それ。ねえ、ブラックスワンさん、でもちゃんとね、どっちにしろその腹巻きもいいけど、一回ちゃんとお医者に行って見てもらった方がいいかもね。慢性的なやつ。これどっちを信じるかですよ。お医者に行くか、俺みたいにすっぱだけで腹巻きだけで寝るか。腹巻きだけですか。守るべき心しかないな。でもそれでなんかあんまり PP ちょっと少ななった。他も守ったれや。他、いや、期待させてるんです、他は。もうええ。他はええ。だから、そう。他はええ。ケンコバさん寝るときじゃ腹巻きだけで全部裸寝てんの？はい。ええー、はい、状況。見に来ます今度。いいです。それか、俺ずっと寝たふりしてるんで、いたずらしてくれます？いやいや。究極まで起きないふりしてる。もうな、出る直前ぐらいで。貴様、生放送だぞ、貴様。何言うとんだ。お前の切れどころが分かる。次ありますか、他。はい、ちょっと待ってください。ポイントか。ポイントをあげたいです、この人には。うん、あ、ほんま。はい。ああ、ありがとうな。1ポイント。1ポイント。あっぱれ。腹弱いでね。そうね。じゃあもう一ついきますね。はい、京都府にお住まいのペンネーム、みこすりさんからいただきました。ほうほう、水曜の皆さん、こんばんみ。こんばんみ。ビビる。はじめまして。先日、初めてのバイト先で一緒だったこと、帰り道も同じだったので、話しながら帰っていました。うんうん、夜20時ぐらいだったので、晩ご飯食べて帰りませんか？なんて聞くと、私、肌が荒れちゃうから外食はしないようにしてる、との返事が。本当かどうかわかりませんが、女の子の返答にあっぱれを送りたいです。すごいな。嘘でしょ、嘘でしょ、まあ、だ断ったんでしょ、それだから、まあ、完全に断ってますよね、うん、これは。あ、うん、でもあなたあれじゃなかったでしたっけ、なんか甘いもの食べると、はい、すぐ出ちゃうんで、全然食べないです、私も。何が出ちゃうの？肌に、そんな、肌荒れが出て、おかしいでしょ、甘いもん食ってすぐおしっこ出る。おかしいでしょ。ケーキ甘い、ジョー一生食べれないですよ、そんな。吹き出物とかニキビみたいな。そうです、そうです、すぐ出ちゃうんで。体質や。体質が。よくほら、こうやって今やってる最中も、なんかこうやってせっかく差し入れしてくださったりとかしてて、俺美味しいよとかってほら、よう食べてるやんか。食べよ、なんで食べへんねんなったら、出ちゃうんです。偉いですよね。でもそうやってやっぱプロ意識やと思う。いや本当に荒れるんですよね、すぐなんですよ。だから本当に食べないですね。だから、まあ、でも大変よね、女の子の場合はね。確かに、ね、だからベストは15時以降食べないのがベストです。そんなことしてるからそんな痩せてまうんや。今はしてないですけど、逆になんかライブ前とかは食べると踊れないんで、食べない。食べると踊れない。どういうこと？なんか気持ち悪くなっちゃう。すごい緊張しいなんで、それは上がってきちゃうんですよ。それ一番あかんで、ほんまに。それほんまに一番あかんで。でも全然あれやで、俺もライブ前とか基本食べんってやってる。マジで？それ一番危ないですよ、ほんまに。ほんま？テニスプレイヤーですらご飯直前まで食べるんですよ。マジっすか？あの一番ハードなスポーツって言われてる。極力食べない方がなんかいい感じの時ありません？っていうか、ほら、じゃそれ集中力の問題でしょ、多分。脳の。
違う、なんかね、ハングリーにしとくみたいな。というか、単純に、ほら、まあ、てっちゃんとかほら楽器やから、うん、でも歌うか。いや、結構歌う。俺、歌うよね。俺食わないと歌えへん。うん、あ、ほんま、うん、声がもう持たない。へぇ、結構その、食べずにハードなことするって一番危ないんですよ。なんかね、横隔膜、やっぱほら、息って、横隔膜がこう上下するやんか。そのすぐ付近に胃があるから、うん、お腹にやっぱ物入ってると、うん、こう目いっぱい広がらへん感じがすんのよ。横隔膜が。それもね、ライブのたびにね、もう自傷行為ですよ。傷ついていってますよ。ほんま、うん、まあでもね、そうね、確かに何も食べんってやってるのはね、と思ってはするけど。でもそれもあってジュースのね、これやったらだからほら、きちんと必要な栄養分とか取れてる。バナナです、バナナ、バナナ。そう、バナナ。あ、バナナはいいね。バナナ、やっぱりいいんですか。山ほどバナナ食った方がいいよ、ライブ前なんか。マジっすか。途中も食うべきやんな。途中もバナナ食べる。だってハーフタイムバナナ食えん、スポーツ選手。そうそう。もう、ね、急速に吸収しなあかんから。ほんとですか。糖分とか。なんか一応なんか、あの、袖に、あの、うん、グレープフルーツとか置いてあるんですよ。バナナや、バナナ、あ、バナナか。だからその時は総監督でスタッフに、あ、バナナ、ヘイバナナ、なんでナッツグレープフルーツバナナ。めっちゃ嫌いでるじゃないですか、うん、いやでもあれなのよ、ライブ終わった後とかにグレープフルーツ食べるのはすごくいいのよ。あ、終わった後なんですね。そう、あの筋肉の中の乳酸を取ってくれるから。あ、そうなんだ。そうそう、うん、バナナか。バナナはスポーツ選手が食うてるもん食うてたら間違いないよ、そのハードなライブなんか。本当ですか、うん、ちょっと、てっちゃん結構お腹いっぱいになって歌ってるのなんか新鮮っていうか、うん、俺やった一回すんごい忙しくて、うん、もうなんかもう全然直前にご飯食べられんくって、うん、で本番迎えちゃって、うん、なんか声が出えへんな、うん、あ、そう、俺今日飯食うの忘れてると思って、うんうんうん、MC 中にバナナ食べたもん。ええー、MC 中に復活した。なるほどね。そういうことか、そういうことか。やっぱバナナすげえ。僕の場合、必ずライブ後バナナ投げるんで。ああのバナナを食べた、そう。ムキンポ君ってキャラクターでね。はい。そのムキンポ君をいただいたんですよ。ムキンポ君。ムキンポ君を必ず客席に投げるっていうライブ終わってから。バナナを投げるんですけどね。そう。そういう儀式が。儀式があるんですね。記載みたいな、日本の奥地である記載みたいにバナナを客席に投げて、そうなんですね、世界中で投げてきましたからね、すごい、すごい、その投げずにその分その日は一本ちょっと減った感じで、そう、そう、そうね、ね、まあまあでもそういうのもあるな、食べなあかんで、ほんまに気をつけて、心配になってきた、もうなんか痩せるわ、バナナ食わへんわで、バナナ食わへんわ、でも確かに心配は心配ね、ほんまに食べます、いやもうバナナじゃ足りん、もうカレーとか全然趣旨変わってない、もうデカナットがちょっとデカナットがやってさ、将来のためにや、マジっすか、だってこっから先少しちょっとやっぱ落ち着いてくるから、うん、この8月が一番ピークで忙しいんで、多分この月で 2,3 キロ落ちるんですよ、だから食べないといけないんですけどね、ハンバーガーしか食わへんとかな結構体に悪そうですね、いやもうデカするほうが先やった、そんな本当ですか、言い悪いより1回デカくしようか、うん、もう俺は1日5食ハンバーガー食べます、どうします、だってここ来て突然私がすごいふくよかになったらどうします、皆さん陰で笑う一番嫌だ一番嫌だそれだけじゃないですか、いやでもそんなことせえへん、ほんまに陰で笑うようなことせえへん、だって俺と西川さんミャオにも直接言ってたもん、だってマジっすか、うん、直接言ってた、直接言ってました、うん、なんかデカなってないかって言ってました、うん、すっげえ怖い顔されたけど雰囲気がな、雰囲気が変わってたから、そうそうそう、あの子ええ子なんやろ本当は、めっちゃいい子ですよ、めっちゃ面白いですし、なんだって面白いよあいつは、で面白かったけど、だからこのラジオに対してあんまり愛情がなかったみたい、とにかくすいません、その説は申し訳ございません、東京で放送がないっていうのもあったと思う、そこですか、多分なんか、まあまあ、はい、さあせっかく厚木の方でポイントあげましょうか、あ、そうだね、ポイントどうしようか、いやー盛り上がったんでね、1ポイント、1ポイント、さあこのコーナーで皆さんの周りのことあっぱれな出来事を募集します、宛先を先生お願いします、はい、530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます、水曜日まで、メールはやるすいアットマーク MBS1179.com、あっぱれデイズの方にまでたくさんのお便りをお待ちしております、あっぱれデイズ
え、ここで曲行く？あ、いいですか？いや、いいですか、でも、え？ありがとうございます。近所のプラカードの歌やろ、ほら、近所の。近所のプラカード誰かですか？AKB のニューシングルでございます。聴いてください。心のプラカード。ハッピーバースデーのコーナー。このコーナーは今日誕生日を迎えたリスナーの皆さんの友人、知人や家族へのバースデーメッセージを紹介するコーナーです。7月30日生まれの有名人は、俳優のアーノルド・シュワルツネッガーさん、67歳。紹介する意味あんのこれ。ラガードンコップの映画で有名なね。で、同じく俳優の、他に代表するジャンデノさん。66歳。なるほど。あ、プロゴルファーの古賀美穂さん、32歳。タレントのリアルキッズ、永田祐希さん、19歳。歌手、AKB48、宮崎美穂さん、21歳です。おめでとう。ありがとうございます。温泉のもとやろうかせやな。うん。へぇー。シュワルツネッガーさん。一緒やったんやね、ジャンレノさんと。そうですね、すごい秘話に生まれてますね。一年違い、一歳違い、すごいね。それではリスナーの方から届いたバースデーメッセージを紹介しましょう。大阪府豊中市にお住まいのラジオネームゆきえさんです。7月30日は私の16歳の誕生日です。この春に高校生になったばかりでラジオを聞き出したのもここ最近です。うん、今は夏休みですが部活でほぼ毎日学校に通っています。皆さんはどんな高校時代を過ごしましたか？ぜひ教えてください。高校時代、皆さんのざっくりな高校時代どう過ごしたか、うん、ね。うん、高見田とはだって高校時代もうだって AKB だったわけでしょ。はい、ほぼほぼ学生生活という学生生活を送ってないですね。そっか。学校終わったら劇場行って、そしてまあ通信制だったので。ああ、そうなんだ。はい、だからなんかこう年上の大人の人たちと一緒に授業を。はあ、そうなんや。へえ、面白い学校でしたね。なんか結構メンバーもいっぱいいて。ああ、そうなんだ。ああ、じゃあまあまあ板野とか前田とかも、そうなんだ、みんな同じ学校行ってました。へえ、今でも交流あるんですか？なんか同窓会的なやつ。あ、でもこう定期的になんかこう一期生の初期面でご飯行ったりとか、あの誕生日近くなるとみんなで行ったりしますね。あ、そうなんや。はい、割と交流あります。へえ。森崎さんとかでもだっていつまで地元やったの？高校の時まで。高校の時まで地元大阪で、まあ、女子校でした。カトリックの。あ、カトリックのしかも。そうなんです。で、なんかルーズソックスとかもその時流行ってたんですけど、うん、あの高校は全部指定の紺色のハイソックスだったんですよ。でも今は、ね、今はでも逆にね、紺層の方やもん。そうなんですよ。今はそうなんですけど、うん、でなんかやっぱないものをみんな求めるから、わざわざあの駅着いたらその紺のハイソックスを脱いで、わざわざルーズソックスを履いて帰るっていう。そんなんやったな。お母さん大変。そうね。洗濯考えたら、ね、2倍やね。ソックタッチ塗って、そうそう、あー懐かしい、ソックタッチ懐かしい。なんだ、ない、ちゃんと変えてないか、あのローラー型の笛木のりみたいなやつ乗って、ありましたね昔ね。ソックタッチの、そう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 、うん、あれかぶれんのよね、かぶれんの、かぶれが良くなる ね、 ね、あれ男の子だけやったんですかね、あのベロコロテープのバンドで、あーロング、なんですか、それでも部活のやつやろ、じゃあサッカーとかのね、うん、あの折り返しのとこにバイトく、そうそう、え、なんすかそれ、うん、男の子みんなつけてる、やっぱ流行るんですね、なんかそう、流行ってそこにタバコ挟むみたいな、であっという間に情報広まってすぐ足チェックされていっぱい定額になってみたいな、定額、うん、でもテープのやつはそうやな、あのやっぱそのさ、ハイソックス系の部活の人だから、サッカーラグビー、サッカーラグビーは特にこう止めるから、あとあのサッカー部とかこうスネガードで入れたりとかしてるために、うん、だから入れてる、実はね、こんなにレガースみたいにつけてるの、うん、うん、入れてるからね、そうなんだ。ハンドボールは本当は短い、もう本当こんな短い靴下やったのに、なんかサッカー部にあの合わせた形でハイソックスで変にやってたな、なんかそんなのもあったけど、へー、まあみんなね、いろいろあんねやな、なんかな、てっちゃんはだって記憶、あ、でも高校時分、高校時分はあるんですよね。
高校は抑えてますよ。抑えて高校生は、はい、いやもうバンドやってましたね。あ、もうバンドばっかりで、うん、ね、もう夜中に練習してたから、大変ですね。それしかないですよね。でも、うん、あの、うん、すごい離れた高校の友達とバンド組んでたから、あ、なるほど、もうなんか夜中しか集まれなくて、あ、集まる時間ない、もう、もう眠くて眠くて、朝きついですよね、授業中、あ、っていう、へ、いかにこう見つからずに寝るか、寝るかっていう、うん、こうね、こう鉛筆持ちながらね、うん、こうなんか起きてるふりしながらこう、うまいこと寝てたなみたいな。練習するとこでもなかったでしょ、だってなかったね、うん、もだから駐車、あの中古車やってるやつの、うん、あの売り物のバンみたいな中にドラムセットとか入れてもらってて、うん、で夜中店跳ねてからその事務所みたいなとこをテーブルとかをずっとずっどけてそこで練習したりさせてもらってた、もういろんなとこでやってた、なんか、うん、潰れたバッティングセンター、あー、で周りあんまり家なくて、うん、でそこで夜中練習したり、なんか資材置き場の中の、はい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 、なんか友達の親が経営してるなんかそういう、はいはいはい、建築現場のそこの、それがね一番いいですね、そこでやったり、うん、蔵とかでやったの、蔵ですか、うん、で蔵でやってたら、うん、近くで蔵寿司でやってたんですか、蔵寿司蔵寿司やったらええけど、ま、回ってたの、ちゃうちゃうちゃう普通にだから田舎の要はこう、あのストーク納屋みたいな使ってる、そうしたらだからこう隣で飼ってる牛の父の出が悪くなるからやめろって怒られる、追いかけ回されて、ほんまにありそうやな、あったあったしたした、はい、ということで、これは、このコーナーでは放送当日に誕生日を迎える人たちに届けてほしいバースデーメッセージを募集します。8月6日、13日、20日、27日に誕生日を迎える方へのメッセージを募集しています、うん、宛先は 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます、水曜日まで、メールはやるすい@mbs1179.com、 ハッピーバースデーの係までたくさんのお便りお待ちしております。以上、ハッピーバースデーのコーナーでした。AKB48 の高橋みなみです。1179MBS ラジオからあっぱれやってます。教えて森崎先生。このコーナーは料理研究家にとどまらずさまざまな分野で活躍する森崎幸先生にいろいろな物事の手順を優しく教えてもらうコーナーです。先生お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速一つ目からよろしいですかね。はい、京都府にお住まいのペンネームみこすりさんからいただきました。たい焼きの食べ方の手順です。早いな。まずしっかりと両手で包み込んで、そう、この時に力を入れすぎないようにね、中のお豆が飛び出しちゃうから。お豆そして前でも後ろでも自分の好きなとこから味わって。お豆が、お豆なんすかそれ。いや、いいよ、出てくんの早くないですか。いや、まあまあ、早かったね。確かにね、めっちゃ早かったですよね、うん、でもお豆はすごい俺いいいいいいや、よかった、お豆確かにキレがよかった、ね、キレがよかったよな、はい、いいですね。お杉さんと行っちゃいますかね。森崎さんですか。あれ、あ、私です。あ、ええー、本音出すぎでしょなんすか今の。岸和田市にお住まいのラジオネーム佐田吉さんからいただきました。佐田吉、ダメージジーンズを履く時の手順です。じゃあ早速入れてみてください。そっとですよ。はい。あ、ダメダメ、その穴じゃない、そこも違うって。そっか、膝とか開いてんのかそこに入れんの、もうそんな勢いよく入れたら破れちゃうでしょ。やっぱ古着ってね、繊細ですもんねちょっと私が入れてみせるからそこにじっとしてなさい。はい普通の返事、え、普通のダメージジーンズになっちゃったじゃないですか。えの話でしょ。まあ、そうっすね、そうっす、はい、そうっす。何を求めてたんだ、あんた。すいません、そうです、ダメージジーンズの手順。もしかして
スケベな子だね。悔しい。久しぶり。悔しいわ。久しぶりに聞いたスケベな子だね。スケベ。まあ確かにそうなんですけどね、手順。どうでしょう。すいませんダメージジーンズ。そうですね、ダメージジーンズの手順です。履く時の、はい。あ、でもね、本当にあの膝の穴にね。つま先がいちゃってビリッとかいうことはあるから、まあ、そうですね、ありますよ、引っかかっちゃうやつあります、ね、うん、あと古着のやつなんかも当て布のやつしてるからね、あ、そこをちょっとビッてやっちゃったらまああれやからすいません、気をつけます、ありがとうございます、うん、もういいかな、はい、うん、OK、じゃあ一応じゃあまあまあ、じゃあ森崎さん、はい、もう一回いきますか、はい、あ、ありますか、ラジオネームホテルキルフォルニアさんからいただきました、うん、高級パンでホットドッグを作る手順です、パン、じゃあこれで挟みますね、今までのより大きくて柔らかいでしょ、挟んだらたっぷり液体をかけます、あんまりかけすぎるとこぼれてもったいないですよ、あ、長すぎて先がはみ出してますね、それじゃあここから食べましょうか、パクッパクッすごい食い気味だよ、パクッね、なんだよ、もうパン手順のぐらいから、手順のぐらいから出てたから、はあ、出てましたね、もうすげえなあ、もう我慢なれへんかったよ、なんだろうな、私の時だけ普通のなんか手順な感じで来るんですけどね、いやまあでも確かに手順は手順だからね、うん、でもそうです、はい、すいません、そうです、うん、これさ、これちょっとなかなか難しいですよ、最近うるさなってきましたね、ブリブのおっさんね、もうちょっとそうね、先生もうちょっと1回だけやらしてあげたってことですか、おとなしなら思いますよ、本当、うん、他人者みたいに言うてる、お前がやるだけで、さあこのコーナーでは森崎先生に読んでほしいさまざまな手順を募集します、宛先を先生お願いします、はい、530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます、水曜日まで、メールはやるすいアットマーク MBS1179.com、 教えて森崎先生の係までたくさんのお便りお待ちしています、以上教えて森崎先生のコーナーでした、森崎ゆきです、 1179MBS ラジオからあっぱれやってます、まるまるとはのコーナー、このコーナーは私高橋みなみが秋元康先生からいただいた言葉、 AKB48 とは高橋みなみのことであるにちなみまして、秋元先生が他にも言っていたまるまるとは何々のことであるという言葉を紹介するコーナーです、うん、それでは早速一つ目から紹介しましょう、ラジオネーム寝屋川のりょうさんからいただきました、秋元先生が言っていた言葉、お化け屋敷とは男女が暗闇で抱き合う場所のことである、あら、はい、まあ、お化け屋敷にはお化けより怖い男女の欲望が渦巻いていると思われませんか、ということで、はあ、はい、お化け屋敷、まあでもね、確かに、ね、少年漫画とかでも必ず1話はあるストーリーですね、ありますよね、お化け屋敷のね、ありますね、うん、まあでも確かに手つなげたりとかしちゃいますもんね、得意ですか皆さんは、私は全然苦手なので、あ、そうなんですね、はい、意外ですね、僕はお化け霊感とか一切ないんですけど、 お化けすごく怖いんです、なんでですか、いやだからもう、って言われても、だってもうすぐ怖いもの怖いじゃないですか、あ、そうなんですね、お化け超怖い、でも霊感一切ないっていうね、一切ないのに、ないからですかね、逆にね、どうなんですかね、逆にあってほしいと願ってるぐらいです、そのそういうのあるんだったら、そのなんかこうお化け的なものいるんだったら、怖いのに、うん、だってその次あるってことでしょ、だからなんかまあ人間あれ誰しもね、あの命に限りがありますから、はい、ってなったらこう電源コンセントが抜かれるみたいに、うんって終わりっていうじゃなくて、うんうん、ここもだから抜か一回これ終わるけど次二巡目に入るってことになるでしょ。まあお化けとして生きるってことですか。いやだからそのまあお化けがあるってことはその次もあるっていうことが設定なわけですよ。うん、魂的なのがあって、うん、それがまた次巡ってくるってそう的なことの話が、うん、があるってことだから、えじゃああれあるってことじゃんと思うと、うん、なんかもうねこれでおしまいってなる方が嫌だなって寂しいなと思っちゃう方だったので、そう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 。お化け、まあ、全く怖くないですね、でも見る人は見るって言うよね、なんかお化け屋敷で、違う違う違う、あの、まあ、お化け屋敷とかああいうとこでも出たりすることもあるなんかね、いうやついますね、実際なんかほら
そういうの建物使ってみたいなパターンとか、最近の脅かし系じゃなくて、ね、あの脱出系のやつとかって、うん、後から聞いたら、え、あんなところにみたいな人いませんでした。私は霊感あるっていうアホみたいな女おるじゃないですか。いる、ある、ああ、あるある、ああ、お前あるの。はい、いや、俺はね、マジで学生時代にね、中学生の時に霊感あるっていう女がね、カリスマになってたんですよ。カリスマ、カリスマ、学園のカリスマ。うん、嘘つけって俺ずっと言うてて。ずっと言うてたら、なんかね、そういうコックリさんみたいなゲームで全部悪いやつの、悪いイメージのやつ全部そう小林って出すって、お前が指動かしてるやんって。あー、なるほどね。霊感あるの？あります。なになに、それ聞かせてくれよ。え、あの、普通に割と本当にある方ですね。でも10代の方が全然強くて、やっぱり20歳超えてからちょっと薄くなりましたけど。何があったの？どんな、どういうことが、現象が、現象は、うん、あの、ちょっと有名なんですけど、AKB 界隈では。AKB 界隈で、はい。秋葉原の劇場に、うん、私昔そのレインコートの女性を見たことがありまして。あれやってんやろ。あったんですよ、うん。なんかこうメンバーでちょっと暗闇のステージを鬼ごっこみたいなのしてて、うん、でこう走るの暗いから段差あったら怖いんで、私ちょっとハイハイみたいになってて、うん、待てよみたいなこと言って顔上げたらそこに女性がいたんですね。うん、で、おおってなって、うん、で、それを言ってたんですよ、スタッフさんに。いました、いました、みたいな、うん。なんかいたんですけど。まあもちろん誰も信じてくれなかったんですけど、うん、後日、あの、セコムが、なりまして、うんうん、で、それを、あの、スタッフさんが呼ばれたので、うん、あの、見に行くじゃないですか、うん、その監視映像みたいな、うん。見に行ったら、その女性が映ってたよっていうことがあったりとか、まあ、ちょっとそういうことがありましたね、前は。へ、はい、今のが薄いですでも、へ、うん、見えちゃったりとかしちゃうわけだ普通に、うん、そうですね、全然普通な感じなの。あ、そのレインコートの人は、うん、あ、だってレインコートって分かるってことは結構、レインコートの人結構本当はっきり見えてて、なんでなんだろうって思ってたんですけど、顔は分かる、分かんないです全然。でも本当典型的に、私が見るのは結構典型的なやつなんですよ、髪が長い、あーあーみたいな、そういうのが多かった。白い肌の、肌は見えなかったですね。あ、もう髪で。まあ、サダコで。サダコ的な。サダコ名だ。髪長い。レインコート。まあでもよくね、そういう、見えた話あるじゃないですか。うん、踏切の向こうで、いて、なんで見えるのって言われたとかあるじゃないですか。うん、信号の向こうで。ああ、渡る時とかに。なんで私のこと見えてるんですかって言われたみたいな話あるじゃないですか。霊体で信号守るっていう話ですけどね。赤と青を守るかってことですか。うんうん、ああ、まあそれはね、いや確かに。でもなんかこうほら、やっぱり記、まあ記憶的な感じでいくと、うん、その当時のみたいな、なんかこうあるんじゃないのとかさ、うん。まあまあいずれにせよね。でも周りで結構さ、そういう人いい？います。結構やっぱこういう、いつもだったとやっぱ多いですね。業界の人ってなんかそういう感受性の強い人が多いからか分からないけども、やっぱりだって普通に舞台とかやってる人とかでも、なんかもういざ出番になって出ようと思ったら衣装バーンって引っ張られて出られなくなったりとかしたことがあるとか、そうそう、本当ですか。うん、やっぱそう、僕もでもあのシャンプーされたことありますよ。シャンプーですか？泡立つんですか？泡立つというか、風呂場で一人でこうシャンプーパッて頭につけてなんかやってたら、カラシャシャーやられた、あれみたいな、はありましたよ。面白い。どこで？風呂場で。家のですか？家の。へえ。まあでもまあ悪いやつじゃないなと思います。そうですね。はい、いたずらっ子です、ね。いや、それどころかまあやってくれたっていう。やってくれた。うん、へえ。もう小学生の時に。へえ。ということで、このコーナーでは秋元先生が言っていた〇〇とは何々のことであるに当てはまる言葉を募集します。宛先はがきは 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます水曜日まで。メールはやるすやっとマーク MBS1179.com 〇〇とはのコーナーまでたくさんのお便りお待ちしています。以上〇〇とはのコーナーでした。ケンドコバシと DM レベルの西川貴則とヤルクアンシエルの哲也と AKB48 の高橋みなみと森崎ゆきがあっぱれやってます。さあエンディングでございます。皆さんお知らせ
はいはい。今週末、あさってですかね。8月の1日、2日と、8月の1日はぷいぷい。それから2日のは知っとこ、MBS 出させていただきます。よろしくお願いします。あとはですね、6日に、まあね、突き破れるが出まして、その次に、もうすでに2ヶ月連続でシングルがリリースということで、9月の3日に、デリカ・エムズの CM ソング、ファントム・ペインがリリースされることになりました。よろしくお願いします。あとはまあ9月の13、14、稲妻があったりとか、あとは NBS のアニエフェスがあったりとか、10月11日あります。まあそんな感じです。よろしくお願いします。はい。てっちゃんの方から。はい、ラルクアンシエルの新曲エバーラスティングが8月13日に発売になります。そしてライブブルーレイ DVD ラルクアンシエルライブ2014アット国立競技場が、11月12日に発売決定しました。ブルーレイ DVD それぞれ完全生産限定版と通常版の2形態で発売になります。あとソニーが発売するブラビアの 4K テレビとラルクアンシエルとのコラボレーションが決定しました。はい、ライブブルーレイ DVD リリースに先駆けソニーショールームと全国約1800店の家電販売店にて 4K ダイジェスト映像を放送しています。よろしくお願いします。はいはい、AKB48 は8月18、19、20と3日間ですね、 AKB48 グループ東京ドームコンサート、するなよするなよ絶対卒業するなよをやります。単独と全グループでやらせていただきます。その他チケット情報などは AKB48 公式サイトまたは AKB48 グループチケットセンターアクセスしてチェックしてみてください。そして8月27日に AKB48 37枚目のニューシングル心のプラカードが発売しますので、ぜひチェックしてみてください。おい、あと森崎さんも。はい、私の料理教室ユニティマジェンダでは8月からトルコ料理開催いたします。ご興味のある方はぜひ、ホームページ見てください。お願いします。そんな森崎さんに、はい、ちょっとメールが来てますよ。お、はい。あいおいしのアロエス、いきなりですが森崎さん、はい、ハメス・ロドリゲス選手がモナコからレアル・マドリードというクラブに移籍しました、うん、ということで行くならマドリードですよ。そこで質問なんですが、はい、スペイン料理で森崎さんが作れるのはどんなのがあるんですか。よろしくお願いします。そうですね、パエリア。パエリア、ね、あれ意外に簡単なんですよ。生米ですもんね、あれね。生米で、そう、本当に、まあ、日本やったら親戚して、洗って親戚して30分置いてとかしなあかんけど、うん、もう本当にこう炒めてで炊いて終わりなんですよ。で、水加減も例えば2号やったら、400cc、 1号に対して1カップって覚えとけばいいから、すごい簡単なんです。でサフランが一番その香辛料高いんですけど、それの代わりにターメリックを使うと黄色く色が出るので。あれやっぱターメリックなんですか。サフランなんかも使えるもんじゃないよって言ってたんですよ、飲食の人が。めっちゃ高いんですよ、サフラン。もうちょっとで何千円とかするから、でもサフランライス美味しいけどな。美味しい、香りもよくて美味しいんですけど、うん、スペイン料理好きなとこあるんですよ俺。へえ、どこですか。連れて行きます。さりげない。なんなんそれ、もう俺らも連れて行けよな。そうそう、連れてってください。ええやないか。え、みんなで行ったらいいやん。ちょっとコジハル連れてきてくれや。おーい。出し。完全出し。完全出しや。適当で帰って。気使え。気使って。気使ったよ。なんてこった。なんてこった。なるほど。まあまあ。スペイン料理でも結局あれ何でもできるんですか。アヒージョっていうのは。アヒージョは、ほんと簡単です。オリーブオイルで、ちょっと多めのオリーブオイルに、生の、ちゃんとこう。あ、生から入れるんですか。生から入れて、で、ニンニクたっぷり入れて、で、お塩を決めれば、もうすぐ作れる。お塩決めるんすね。お塩がやっぱ大事なんですよね。向こうでもほら、岩塩とかさ、美味しいのよ。あ、うまいですよね。お塩自体がね。あっちの塩ね。うまい。確かに。すごく、なんかミネラルがあるっていうか、すごく美味しい。気をつけてください。アヒージョ冗談抜きで2万度ぐらい熱い時ありますから。まあそうですよね。そんなに容器を溶かしとるよ2万度やったら。2万度あるやろ、いくらい熱い時ありますもんね、あれ。でも油のものは何でもそうや。エスカルゴとかでも出てきてしょっぱなのやつはもうほんまにな、破壊力がすごいから。
いやでもね、そうね、あのやっぱりスペインにしろポルトガルにしろやっぱ海産物が美味しかったので、そうですよね、あの要はパエリアなんやけど、あのイカスミのパエリアとか美味しいですよね、めちゃめちゃ美味しいね、うん、まあ、それが一番美味しいと東京で一番美味しいと言われてる店知ってるんですよ僕。どこよ、どこ、え、いやちょっと言えないですけど、森崎さんとは行くには森崎さん連れて行く、連れてなんでやねん、ちょっとこじゃる連れてきてくれや、おい2巡目でございます、ありがとうございます、また来週来てください、ありがとうございました、さよなら。